オルドーニョ三世は、レオン王。ラミロ二世の子。彼の即位に対抗する、イボテイ3長を支持するナバーラとカスティーリャと対峙した。彼はまた内部の反乱、アルアンダルスのムーア人からの攻撃、ガリシアの反乱に対処しなければならなかった。イスラム教徒への対応として、955年にリスボンにまで兵を送っている。この大事件以前、イスラム教徒は、 和平のために何もしなかった。和平交渉は、レオン王とコルドバ大主アブド・アル・ダフマーン3世との間で締結された、条約で終了した。彼は、父が行ったように、領土の防衛強化、カタクナで分離しようとする、カスティーリャハクフェルナン・ゴンサレスに対して、王権を強化しようとし、フェルナン・ゴンサレスの娘ラカと結婚した。しかし、後に、 フェルナン・ゴンサレスと山頂王子の同盟が行われたことを理由に、ウラカを拒絶した。カスティーリャク・フェルナン・ゴンサレスの娘ウラカは少なくとも、子を設けた。ベルムード2世もウルドーニョ3世の子であるが、彼が、ウラカの子か、ウルドーニョ3世の愛称の子か意見は、分かれている。ありがとうございます。